テレトビズ。こんにちは。こんにちは。ロシア軍が日本時間の24日午後、ウクライナに対して攻撃を開始しました。はい、それを受けてここからは最新の情報や今後の経済への影響など、そして外交面今後どうなっていくのか、ゲストに元防衛大臣の森本聡さんをお迎えしてテレ東ビズで緊急配信していきます。森本さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず今の状況からおさらいしておきたいんですが、今ですね、いろんな報道によりますと、まあウクライナの首都キエフで、まあ、ロシア国防省ミサイル攻撃を行ったというふうにも言っています。爆発音があったとの報道も入ってきています。そしてこの東部ドンバス地域でもこれ戦闘になるのではないかという見方、そしていろいろこの南部の方からロシア軍上陸したのではないかというような報道も入ってきているんですが、森本さんの今の分析どういうところでしょう。東部2州を最初に攻めるっていうのはその通りだと思うけども、本当に国境を越えて部隊が入ってきてるかどうかっていうのは分かんないんです。まあね、うん、ただ入ってくるための環境条件を整えるため、うん、入ってきた部隊が反撃を受けることがないよう、うん、まずキエフの中心の、まあ、ウクライナ軍の司令部、はい、あるいは通信機能、うん、等に、まあ、物理的な攻撃をやって、うん、航空基地だとか指揮系統だとかあるいはミサイル基地を攻撃して部隊が反撃できないように環境を整える、うん、もう一つは黒海に近寄って、そしてこの南ですね、黒海の周りですね、の安定を維持しながら東側から入ってくる部隊を、まあ、受け入れやすいような状態にしてから、本格的に入ってくる、うん、それが、まあ、おそらくこれから 2,3 日の間に起こると。ただプーチンが最終的にどういう戦略を持っているのかということはなかなかわからないんですが、ただ、NATO 側の様子を見ながら順繰りにその作戦目的を達成しようとしていると思われます。はい、ただ私はなんとなく全土を占領するという体制も能力もないので、うん、ロシア軍が損害を、まあ、受けるということを覚悟しながらウクライナ全土を攻撃するというようなことは考えにくい。考えにくい。そして森本さんが実はおっしゃっているのが、この東部ドンバス地域とクリミアをこうつなげる、今これ赤のマジックで書いている斜線のゾーンなんですが、ここをもしかするとつなげる形で制圧していくのではないかという見方、はいはい、これはどういう狙いがあってこうしてるんでしょう。これは2014年今から8年前にクリミア半島を取った時に、ウクライナ政府がクリミア半島の200万人の人に、まあ、給水というか水を補給するこの補給管を切ってしまったので水がないんです。したがってケルチ海峡のところからロシア軍は橋を渡してここから水を運んでるんですが、まあ、あまりに不便ということなので、これクリミア半島とつなぐような形で領土を占有すると人の行き来も自由にできますし、水も送ることができる。そういう意味ではですね、安定的な戦略占領が維持できるので、おそらくその2国だけではなくて、南の方もつないでくるんではないかと思います。ただこのことはですね、2国の独立をステートディマっていうかロシア議会で認めておきながら、はい、それより拡大された地域を取るわけですから、うん、まあ、はっきり言うと初めのは単なる言い訳であったとも思われますので、はいはい、まあ、ロシアらしいやり方だと思うんですけども、うん、まあ、それが初めから革新的なおそらく戦略目的として、今回の作戦を始めたというふうに思われます。うん、はい、東から攻めるのではないか、南から北からと言われていて、一時ロシアはその軍を撤収させ始めたとも言いましたけど、あれは全くの、いや、ロシアというのはもうサイバー攻撃だとかディスインフォメーションだとかあるいはフェイクニュースだとか、まあ、あらゆる手を打ってそれ画面を見せて、もういかにもですね、ロシアが、本格的な攻撃をしないかのようなその印象を与えて、できるだけ初めの損害を少なくしながら作戦を、私はもうプーチンは初めから、計画はきちっと、頭の中に入っていて、ただ、
NATO 側がどういう対応をするかということによってどこまで作戦目的とか作戦地域を広げるかというだけの話であって、確実に東部2州は取るということは初めから決心していたのではないかなと思います。さてその東部2州を取ったとします。そしてここもこのマーカーで書いた部分を仮に押さえてクリミアとつなげたとします、うん、さあ次の展開ここからはどういうふうになるんでしょうか。おそらくここからがですね、本格的な外交と軍事の駆け引きが始まると、はいはい、いうことだと思うんですね、はい、で外交というのはその中に経済制裁も入ってますからどこまでその一致した対応を取れるかです。後から話しますけどエネルギーなんかはなかなか一致しないんですね、うん、ロシアにエネルギーを依存しているヨーロッパの国が非常に 大きくて、はい、数も多くて、はい、これ完全に、米欧社会がロシアのエネルギーを断ち切るという制裁をした場合ロシアは困るけれども自分たちも困るということなので米欧関係を一致して制裁に向かわせるのにはなかなか難しい環境状況なのでそれ以外の例えば金融制裁とか個人に対する制裁とかあるいは輸出管理だったかということはおそらく手段として取れるがエネルギーについては日本も含めてなかなかみんなで一致した路線を取るということは現実問題として難しい、はい、ということで今こちらで出しているのがこのロシアから供給される天然ガスのパイプラインなんですけれどもヨーロッパというのはですね天然ガスの 40% ぐらいをだいたいロシアに依存していて石油の 20% も依存している。ロシアというのはまあかなり巨大な資源国家でもありまして、はい、まあ、世界に天然ガスに関しては世界2位ぐらいの生産量原油についてもだいたい3位ぐらいの生産量があるということなんですね。でやはりロシアからみんな特にドイツなんかは原油やっぱりロシアの天然ガスがないと困るところがあるわけですね。ただ今回ノルドストリーム2といいますここのバルト海を走っているこの下のパイプラインの2本目は通さない、はい、当面やらないと決めました。この動きはどう見ていいんでしょう。これはドイツ その新しいシュルツ政権というのは三党連立の政権ですがよくこう決心したなと思いますがこれは私がそう思っているだけで実は意見が2つ分かれているんです、はい、ドイツはさすがだと、うん、まあ、アメリカとの同盟関係を維持しようとして、かなり犠牲を払って、今回このノルドストリーム2っていうのを断念したんだっていう見方が一つ、うん、もう一つはいやいやまだ全然通してないんで、うん、今の段階でアメリカがその代わりに例えばシェールガスを十分にくれるということであれば、うん、別に止めたからといって、ドイツが大きな損害を受けているわけではなく、はい、まあアメリカの言い分を聞いて、同調したんだと、うん、大したことじゃないという見方とあると思います、うん、森本さんはドイツよく決断したというような見方をされている。まあ、こういったそのエネルギーを、まあ、ロシアが今後からもう買わないとかそしてロシアももしかしたら供給をこれから絞ってくるかもしれないそういった駆け引きがこれから展開してくるというこれに中東が加わると思うんですよね、うん、というのは中東はロシアの天然ガスが外に出てこなくなると自分たちの利益が高くなるし輸出が伸びるわけです。だから現にサウジアラビアは減産しないと増産しないと言ってます。増産しないということはですねこれで値段が上がっていくわけです。だから中東はこの今回の問題にかなり悲劇する利益を受けているかもしれないし内心は本当はしめしめと思ってるかもしれない漁夫の利かもしれないというところ、うん、その通りですね、はい、ただロシアのまあ最終的な目標といいますかやはりウクライナを NATO に入れない NATO がどんどん拡大してきて自分たちを軍事的に圧迫するのは困るというのが一つ大義名分の一つとしてあったかと思うんですが今後のこの問題 NATO の拡大についての落としどころといいますか解決といいますかここはなかなかないんですけれども、はい、こういうことができるかどうか分かりませんけどウクライナあるいはそのグルジア、ジョージアですね、はい、今のジョージアを、まあ、当面は NATO に入れないんだ、うん、ということを約束すると、はいはいはい、当面ですから当面うーん2つの国は NATO の加盟申請をして希望してるんですが、うんうん、もう本当は入れることができないような状態で、はいはい北大西洋条約すなわちワシントン条約の第5条はこの NATO の加盟国の1ないし2に対する攻撃を全ての国に対する攻撃とみなして集団防衛するということになってますから、うん、ウクライナは NATO に入ってないので今 NATO 軍はこの中入れないんです、はいはい、でもそういう状態をロシアに約束させて納得させてこれ以上、ロシアが
軍事的な攻勢をかけるのを食い止めるということは外交戦術としてはできるかもしれません。ただそれをやりますとアメリカ国内はこれはロシアに譲歩したということでバイデン大統領だいぶ批判されます。もうすでにそう言ってます、もう、はい、バイデン大統領がもうここまで譲歩するっていうそんな必要はないんじゃないかということで共和党から相当な攻撃を受ける、中間選挙も厳しくなるという状態なんですが、実はですね一番困るのはアメリカの国民が今何に関心を持っているかというと外交とか安全保障じゃないんです、はい、国内のインフレと物価ですね、それから、まあ、エネルギーの価格がこううなぎ上りになっている、はい、これに苦しめられているんでもう何とかしてくれというのがアメリカの国民の、まあ、意見だと思うんですよね。これをどうやってこの収めていくかということがこれからのアメリカの行動を決めていく大きなファクターになると思います。これ一つの解決策としてかつてキューバ危機の時にですねケネディ政権はもう密かにトルコからミサイルを撤去することでこうソ連と握るというか、まあ、秘密裏に、まあ、世論にあまり批判を浴びないようにやったということはありますけど今回も何でしょう秘密合意のような格好で手を打つというようなことはあり得るんですか。まあ、現代の、ね、外交において秘密と言いますが、もう本当に最後に漏れた時のダメージが大きすぎますの で、もうほとんど難しいですね。難しい、ただやっぱり日本はこのようなこの軍事力を使って平気で周りの領土に手を出してくるロシア、それと同調する中国というのを絶対にこう許容するべきではないので、はいはい、これからまあ日露関係領土もありますし中国とは台湾の問題もありますので、ありますね、日本は断固としてここはアメリカと一致してロシアに対して厳しい経済制裁にまあ同調して対応していくということが必要だと思います。今回ね、岸田政権も強気の態度で臨んでますからね、はい、第2弾の制裁もどうなっていくのか。そうですね、これはインド太平洋の特に中国はですね非常にこう慎重にこれを見極めてどう対応すればよいのか、まあ、ロシアを当面サポートするがしかし本格的にサポートすると世界中の悪者の敵になる、それは避けたいと、こう中国はどういうふうにするかということがこれからインド太平洋特に台湾問題に、跳ね返ってくる我々の大きな問題だというふうに思います。このウクライナへの出方をどうするかというアメリカの動きを中国はじっと今見ているその通りだということですね。わ、はい、かりました。ここまで森本さんに緊急解説していただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして、動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。